オッサ 125B オッサはかつてスペインに存在したオートバイメーカー及び同社が製造するオートバイのブランドである。オッサはトライアルやモトクロス用の軽量にストロークエンジンのオートバイで知られている。メーカーとしてのオッサは元はバルセロナの実業家であるマヌエルヒロが設立した映写機メーカーのオルフェオシンクロニア社であり、オッサとはこの頭文字を取ったものである。 オスサがメーカーとして存在していたのは1982年までだが、オスサのオートバイは現在でもマニアやコレクターの間で人気があり、特にアメリカには熱狂的なファンが多い。オルフェオシンクロニア社。創業者のマヌエルヒロはもともと熱狂的なオートバイファンであり、第二次大戦後の1949年にストロークエンジンのオートバイの生産を始めた。 1960年代のオートバイブームの頃には生産台数はピークを迎え他のヨーロッパ諸国や北アメリカ市場に多く輸出された特に新たなスポーツとしてモトクロスなどのオフロード走行を楽しむ人が急増していたカナダやアメリカでは軽量でパワフルなオッサのオートバイは人気を博したサンチャゴ・ヘレロ・オッサはロードレース、モトクロス、エンデューロ、トライアルといった モータースポーツにも力を入れていた。モータースポーツにおける最初の成功は1967年にバルセロナの行動で行われたモンジュイック24時間レースで、このレースでオッサは他のスペインのメーカーを抑えて1位2位を独占した。この結果に自信を持ったオッサは国際市場に参入するための手段として海外でレース活動を行うことを決定した。 マヌエルの長男であるエデュアルドヒロが設計した革新的なモノコックフレームのマシンでロードレース世界選手権に参戦したオシサはサンチャゴヘレロのライディングによって早くから成功を収め1969年から1970年シーズンにかけて 250cc クラスで通算4勝を記録した。しかし1970年のマンシマ TT レース決勝の最終ラップヘレロは クラッシュによって命を落としてしまう。スターライダーであるヘレロの死はチームの関係者に大きなショックを与えほどなくしてオッサはすべてのロードレースからのファクトリー活動の撤退を決めた。一方、この頃のスペインではトライアルがほとんど起こくぎと言えるほどの流行を見せており、マチレスやモンテッシサといった他のスペイン製オートバイと同様にオッサの軽量モデルも ヨーロッパやアメリカでトライアルをする人々の間では高い人気を集めていた。ヘレロの死後、ロードレースから撤退したオッサはトライアルに目を向け新たなトライアル用モデルを設計してイギリス人ライダーのミック・アンドリュースと契約した。アンドリュースは期待に応えて1971年と1972年のヨーロッパトライアル選手権のチャンピオンを獲得。また、 オッサとアンドリュースのコンビは過酷なことで知られるスコットランドシックスデイズトライアルで1970年。レース活動によって軽い車体とパワフルなエンジンによる高性能が証明されたオッサのオートバイはレース用モデルだけでなく一般市販車も優れたデザインと高い信頼性が評判となって注文が増えた。しかし、オッサは重要視していたアメリカ市場においてしっかりした 販売網を構築することができずに苦しむことになる。オートバイブームによって新たなマーケットが生み出され、オートバイメーカーは大きな売り上げを得ることができたが、同時に、オッソのような小規模メーカーの多くにとっては皮肉にも、ブームによる市場の拡大が、会社の終焉を早めることになっていった。オートバイの購入者とディーラーにとっては、多くのメーカーの選択肢があるという状況の中で、小メーカーが、 販売やサービスのネットワークを維持することは容易ではなく、オッサは他のヨーロッパのメーカーと同じように生産拡大のために工場を大きくしたが、結果的にこの投資によって大きな負債を抱えることになってしまった。1975年にフランコ時代が終わって、スペイン政府は民主化を推し進め、スペインは着実に自由主義経済に向かいつつあった。それによって市場に 日本製の安価で高性能なオートバイが参入してきたことや、1977年に起きた大がかりな従業員ストライキもオッサの経営悪化に拍車をかけた。1979年にオッサは売れたこと合併したが問題を食い止めることはできず、1982年、ついにオッサの工場は生産を中止した。こうしてメーカーとしてのオッサは消滅したが、 オッサのオートバイは、ヴィンテージとして人気を集め、現在でも熱心なマニアやアマチュアレーサーから多くの支持を得ている。オッサエンズロヤンキー500、ありがとうございます。